こんにちは。こんにちは。さゆたかさん、はい、6チーム展望終わりました、はい、ここからは3チーム3チームなあ今年の展望やってきますけれども、はい、今日はヤクルト、日本ハム、オリックスの今シーズンの展望を見ていきたいと思いますけれども、はいね、ヤクルトは言うことないんだよね。もう本当にチームが充実期に入ってるし、はい、やっぱしっかりした補強もするし、うん、でファームには優秀な選手たちが控えてるし、はい、で無駄に FA で取ろうとしないで虎視眈々と、ね、ポジションを狙えるところは狙おうとしてるし、うん、非常にいい具合にヤクルトは行ってる、はい、なんか成熟期でさらに下からも成長期で本当いい具合に、まあ、編成も含めてすごいいいチームにしたよ ね、 ですよね。いいチームになった。今シーズンおそらく奥川投手がもう帰ってくると思うので、はいはい、またピッチャー陣もまあそうだね、はい、でも奥川がいなくても優勝できたぐらいだからですよね、うん、いやそんな代わりはいっぱいいるからもともとしてたらっていう、うん、なんかほんわか見えるけど、はい、競争っていうのは激しいよねあそこは。そうですよね、うん、あとマクガフ投手がまあ、抜けました、はい、そこはどうなんですか、まあ、誰がするかだよね、はい、だからまあここら辺は外国人を持ってくるのか、うんまあ、これはちょっとわからないけども、はい、まあ清水であっても、うんまあ、できそうだしね、はいうん、ただ清水の登板方っていうのがちょっと不安だけどね、うん、そうですねこれは、うん、毎年毎年一生懸命献身的に投げてるよね。そうですね、うん、まあああいうピッチャーがいるっていうことはすごく心強いし、はい、故障した人間、うんが戻ってくるのかなっていうようなところもあれば、はい、まあ投手陣もまあそこそこやるかなっていう、うんうん、だけどその受け手がいいよね。あそうですね、中村がいて内山がいてって、はい、ここら辺でも競争があるっていうことがすごくいいよね、うん、そうですね、うん、整ってますね本当に戦力的に、うんまあ、そうだな。え野手なんですけど、まあ、村上選手と村上様いますし、まあ、ショートはそうだったでしょ。そうですね、まあ、今年勝負だけどね、はい、まだまだね、うんうん、まあ育ったからってもう1年やったからいいっていうもんじゃなくて、はい、これはやっぱ続けていかなきゃいけないから、うんまあ、今年の長岡っていうのも、まあ、注目の一人ではあるけども、はい、ヤクルトのあの雰囲気だとやっぱり引っ張るよねみんなが。そうですね、何やってんだお前みたいな、うん、多分やると思うしね。山田選手の復調っていうのは今シーズンどうですか。あ、まあ、これはもう本人の力だよね、うん、本人で這い上がるしかないし、はい、やっぱ誰も助けてくれないからね、うん、這い上がってこいっていうふうに思うけど、うんはい、這い上がらなくても強いからね。あ、じゃあもうヤクルト今シーズンもやっぱセ・リーグ優勝候補になってくるんですか。まあ、なってくるだろうな。うん、欠点の探しようが今のところないですか。まあ、欠点はみんながこぞって給料が上がるという、はい、気の緩みだよね。そこだけみんながハングリー精神を持って、うん、村上みたいな目つきで打席に入れば結果は出してきそうな感じがするよね。今年の展望じゃないですけど、多分いつかは村上選手が例えばポスティングかわからないですけどメジャーリーグに。まだ先々先ですか。まだまだまだ今シーズンの展望だろう。そうなんですけど、行ってしまうとなるとそこをまた埋めるような誰かを作ってくるのかなとか育てるのかなとか。まあまあまあね、うん、竹岡とかね、はい、いい内野手もいるし、はい、あれほどの人間というのは逸材だから、はい、だからなかなか出てこないとは思うけどもね、うん、まだ数年いるから。そうです、それは大丈夫です。村上様は今シーズンも調子は崩さずそのままな感じですか。まあ、そのマークはね徹底したマークになってくるし、それは厳しいと思うけども、王さんの記録、まあ5打席連続ホームランとか、まあ56本とか、いろんな最年少で抜いてきてるよね。でプレッシャーをどん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 全部跳ねのけてきてるんだよ彼は。だからそういう意味では崩れそうもないよね、あの精神は。ただ昨年のオフ相当忙しかったと思うんだよ。それによってのその体のコンディション、うんまあ、体重が増えたりだとか、はいまあ、そういうことになると怪我にもつながってくるだろうし、うん、俺は村上はなんかそういうことで崩れそうじゃないんだよね、うん、あの子は、うん、なんかすごく自分を律してる部分とか芯がありますね。芯もあるよな。だからそんな余計な心配しなくていいのかなって思うよね、うん、充実期に入ってるですうんうん、だから変にバランスを崩さないようにしてほしいなと思うね、逆にね。そうですね。続いて日本ハムです。はい、新しい球場。そうです、エスコンフィールド、ねはいまあ、その時に本当にいい成績をね、まあ、上げようと思って躍起になってるけども、なかなかやっぱりうまくいかないでしょう。
あのね、いい選手はいるんだけど、はい、育ちきらなかったんだよね、この1年で、はい、でいろんな選手を試し、いろんな特徴を見、いろんな適性を見たんだけども、はい、まだ決めかねてるところがあるね。うん、それはもうしょうがない。ただ成長しきった時に初めて勝負になってくるのかなという、うん、まだ勝負できないよね。あ、清宮が2桁打ったよね、はい、昨年2桁だけじゃなくて彼が40発、うん、打てるぐらいのパフォーマンスが出てくるのか、4番を任すであろう野村、はい、これが30発打てるぐらいのポテンシャルを発揮するのか、今川やっぱ30発から40発のパフォーマンスを見せるの、万波、はい、40発のパフォーマンスを見せるの、だまだまだでしょ、うん、聞いても、はい、うん、だからこれがやっぱ揃ってきた時に初めて勝負になるというね。そうか、もうちょっと時間かかるかな、もうちょっと、うん、でも希望はあるけどね、はい、いや可能性は秘めてるけど、今年1年でどうなるもんかなっていうふうには思うけどね。そうなんですね、ピッチャーがいいもん、ね、ア・リーグが、はい、確かに、だからなかなか打てないよ。そうですね、うん、そらね、厳しいとは思うけど、やっぱりその壁を乗り越えてほしいよな。そうですね、うん、あとそのピッチャーの先発中継ぎ抑えの枚数だったりとか選手っていうのはこれはどうですか。各球団いることはいるんだよね、うん、だけど物足りるか足りてないかっていうことだよ、うん、まあ、昨年のオフに、まあ、オフっていうか最終戦に来年の開幕投手は加藤、はい、もう今年の開幕投手日本ハムだけは加藤って決まってるんだよ、うん、はい、でもそれを受けて噂はどう感じたかっていう、そういうところなんだよ。なるほど、やっぱそこでクソと思ってやるのか、はい、うん、なんだよって思ってふてくされるのか、これによって全然変わってくるよ、チームっていうのは投手陣が、うん、だから不適されるようだとやっぱダメだしね、うん、あの日本ハムは終わるし、うんうん、だけどよし見とけよみたいな、だったら日本ハムの投手陣っていうのはある程度加藤と噂は勝てるなと思う。あとは伊藤博美の問題があるんだよね。伊藤博美投手は結局は後ろ、いやだからその後ろは伊藤博美は嫌なんだろ、でもやっぱ新庄監督には言いにくい部分があるんじゃないの。だから直接言うんじゃなくてニュースっぽく言ってるよね自分がSNS を通してとかで、とかで、いや、それはやっぱ腹を割って話し合った方がいいし、やっぱり今の選手っていうのは賢いからね、はい、球団のパーツにはなりたくないわけよ、うん、自分のパフォーマンスを出していきたい、はい、それにはやっぱ先発だし長くやりたいと思ってるはずなんだよ伊藤博美って、はい、だから先発を希望するわけよね、うん、で先発でおそらくメジャーに行けるんだったら行きたいっていうぐらいに多分思ってると思うけど、やっぱ日本ハムの抑えって登板何回できるのって、うん、日本ハムで、ああそっかそっか、うん、まあ、抑えもできるピッチャーだけどもやっぱ短命に終わるんじゃないかとか、うん、そういうことも気にしてるんじゃないの。そうですね、うん、だからまあそこら辺もやっぱクリアにしていかないと、うん、加藤、上沢、伊藤博美、これはもう 3本柱、勝てるピッチャーだからね、はい、ここら辺の加藤を先発にも開幕に持ってきた、うん、上沢がどういう気持ちになるか、うん、まあ、伊藤はまだそこまで2年目だし、まあ、言えない先輩たちに、うん、だけど俺の立場は抑えじゃない、うん、先発だと、はい、いうことになってくるといろいろやっぱこう問題は山積してるんだよね。だからそこら辺もクリアにしていかないと、うん、ただ新庄監督はやっぱもう厳しさを出してきてるからね。そうですね、だからおそらく選手個人のわがままが聞かないって、うん、多分そういう風な感じで接すると思うよ、うん、まあ、チーム事情をやっぱり、まあ、そう優先だよね、うん、そのための契約だからさ、はい、いつ話し合いを持つかね。そうですね、ニュースっぽく伊藤博美が言うんじゃなくてそうですね、本当の話し合いは、そうそう、本当の話し合いをした方がいいよね。そうですよね、はい、だからやっぱり個々の選手の、まあ、考え方とかモチベーションとかそういうのがやっぱり日本ハム今シーズンすごく大事になって、まあ、大きく響いてくるよ、ね、きますよね、はい、さあオリックスです、はい、まあ、オリックスはやっぱりヤクルトと同様充実期にはあるんだよね、はい、ただやっぱ全体的な率が低すぎる、うん、野手は胸にしたってサードであの率じゃちょっと困るしなみたいな、はい、でラオウが一昨年ホームランを取ったのに、うん、まあ、ダメだった、これが復活できるのかなとか、はい、セカンドが決まらないとか、うん、紅林素質はあるけど率が低いとか、はい、そうなってくるとピッチャーの負担ってものすごいでかいんだよね。私ピッチ
ッチャーはいいだけに負担は大きいですね。だからそのを軽くしてあげないとピッチャーの中で故障者を出してしまうという、はい、だから山本っていうのはまあ自覚とかそういうことを考えると、まあ、今年もやってくれそうだし、うん、で宮城っていうのは昨年出だしは悪かったけど、まあ、帳尻を合わせてきた、はい、まあ、今年はまあまあいいだろう、うん、だ田島がキャリアハイをした、はい、まあ、今年もいいだろう、うん、中継ぎ山崎、はい、阿部、はい、本当にいいのがたくさんいるよ。そうですね、うん、だけど吉田正尚が抜ける可能性があるという、はい、まあ、そうなったら誰を持ってくるのかみたいな。で伏見が抜けた、キャッチャー若月だけか、まあ、いるけどね、はい、他にもねキャッチャーいるけどちょっと手薄になったなとか、はい、ただその森選手が、あ、森が入ったじゃない。そうなんです。忘れた、お前いいよ今、あれと思って忘れた、なんか大物のキャッチャー入ったな。いや入った入った、いいじゃないもう。だから森がまあ一つの刺激になるかもね。そうですね、あのヤクルトっていうのは新しい血はいらないかもわからない、はい、でもオリックスは新しい血を入ることによって、うん、やっぱまたなんかこう化学反応を起こすというか、ね、はい、だから森なんかはこうあれだけ振るけど率も残せるっていうさ、うん、でオリックスの選手はあれだけ振るけど率は残せないって、うん、やっぱ森からいいヒントが得られるかもわかんない。そうです、ね、森ってやっぱり追い込まれたらバッティング完全に変えるもんね、変える時がある。だから宗とかああいう人間っていうのはすごく参考になると思う。あ、森選手が入ってくることによって、そうそう、紅、うん、まあ、林もそうだよね、うん、だからあれだけやっぱキャッチャーやりながら首位打者通り、うん、であれだけ振り回しながら率が残ってるって、うん、不思議なバッターに見えるんだよ、うん、はい、だからそれにはやっぱ根拠があって、うん、やっぱ完全に思考を変えたりだとかすることが森はできるんだよ、はい、だからそういうことを学ぶといいよね。お、いい教材が、ね、入ってきましたね、オリックスに。入った、うん、ただ教えねえよって言うかもわかんない。そんな、やさぐれて、もう特攻服着ちゃって、もう大阪だったら特攻服着てもう球場に入ってくる。特攻服でベンツ乗って特攻服で怖いやんちゃな子だからね。まあ、そうですね、森選手。でもまあキャラクターはすごくいい子だね。はい、でもすごくやっぱ頭がいい子。うん、あの野球の方はね、はい、思考をパンと変えられる、うん。一流と二流の差っていうのはさ、やっぱ決定軸をパンと変えられることなんだよ。切り替えができる。失敗するって言った時には、はい、その思考の切り替えっていうのは森は抜群だから。おお、じゃあオリックスがまた一皮むけるような要素を森選手は持って入っていくよな。そうですね、うん、だから、まあ、いい選手を取ったね。そうですね、そうするとやっぱピッチャー陣も楽ですもん、ね、うん、だからねオリックスはね見てて大崩れするような、うん、そんなチームじゃないよ、うん、来年はさらに強くなるな、うん、ま、今年はちょっと分かんないけど来年さらに強くなる。おお、そのなんだろう、まあ、それは予測しとくよ。ムクノキが手術明けで今年はダメだけど復帰する、はい、そうですよ ね。それと去年取ったソタニ、はい、これが経験を積んで良くなるから。ああ、来年はもっともっと期待ができるってことなんですね。もう来年の優勝予想してる、ね、ちょっと待って、今年まだしてない。今年してないのに。いや、そのぐらい、いや、そのぐらいピッチャーは本当に充実期を迎えるから、だからその間に山本がメジャーに行かなければね。あ、でも行きますよね。いや、分かんないよ、そうだ。あ、どうなんだ。で、宮城も一皮向けるから、また来年、あ、もう向ける。多分五分狩りが五輪狩りになってるから。五分か五輪、サッカーの前田みたいな。もうないじゃないですか、五輪だったら。なくていいんだよ。なるほど。だから来年の方が強いから、これは予測しとく。あ、これも楽しみですね。それはもう紅林もね、油が乗ってきて、はい、野口、北、はい、ああいう人間が意気揚々としてるかもから。黄金時代じゃないですか。いや、だから来るから待ってろ、ふくら。DM 電話した方が早いです。電話した方がいい。そうですね、本当、はい、まあまあそういうことでね、オリックスも今年も安定をしてるという、ね、なるほど、はい、さあ今日はヤクルト、日本ハム、オリックスの今年の展望を見ていきましたが、いよいよラスト、次回は中日、DeNA、西武を見ていきます。はい、来ましたね、はい、はい。